へぇー、はい、ピュピュ海物語の、うん、太鼓の達人とか、あ、はいはい、あ、あ、あ、達人か、前のあったよ、前からあった、うん、あ、前からあった、前からありました、前からもうだいぶ経ちました、アマデジでもありました、あ、俺あれ、俺あれ、俺あれ、俺どこでもない、あ、ちょこちょこ最後、うん、あ、そうなんや、太鼓叩かしよう、ドン、あれ、ドン、で、ドン、ドン、当たり引くじゃないですか、うん、まあ、まあ、偶数で当たるじゃないですか、偶数で当たったらピューってなんかこう画面が変わって、うん、で、なんか太鼓の達人出てきて、うん、で、挑戦だと思うのかなんか言って、うん、で、普通と優しいと普通と難しいやったからなんか3パターンあるね、うん、普通と難しいと超難しいやったからなんかそんな3パターンあって、うん、でそれ選べんねんけど、うん、いや、なんせ普通にしてしまうのよ、あれそれ一番緩いやつにしてしまうのよ、それ曲が変わるってこと、曲が変わるか、それ太鼓の単位が変わるか、そうやって、まあ、難易度が変わる、あのな、理屈で言うたらな、それ出てきたから多分各編に昇格はすんねん、あ、なるほどな、内部では決まってるからね、そうそう、あ、まあ、普通の時は出てけへんの、それは出てけへん、あ、出てけへん、だから叩いても叩かんかっても、うん、うん、はい、どこで叩こうが多分昇格はするはずやな、うん、でも下手したら昇格せえへんのちゃうかなと思ってしまうやん、ほんなら何かしらけど一番優しいところにしてしもって何かしらけどボタンに合わせてこうやってこの太鼓叩いてしまうんで、あれ腹立つなでもあれ見とって俺腹叩きのやつの方が見とって腹立つわ、叩けよやったらいいのに、叩けよでもね、あの海やからそれで外れてくれたら思うよ、外れよってやと思う、じゃ海やからじいちゃんばあちゃんよ、ちよ、いや、そりゃそうやな、で横で打ってるじいちゃんばあちゃん見とったらなんせ叩こうとするのはええけどリズム大手なんやろ、まあ、そりゃしゃない、そりゃしゃない、むちゃくちゃ叩いてる、そりゃ叩いてる、連打してるやつも俺は、それでも昇格してんねん、せやから昇格はするんやと思うねんけど、 あれでな超難しいとかよう選ばへんねん、いや、それよう選ばへんねん、あの今それでジャパンってやるやんか、あのジャパンのやつ撮ってよね、普通に全然発展せんかって、リーシュかかって、発展せんかって、途中からあの大量機ワーンって出て、やったー、これもうあれはかかるもんよ、思ってよ、で、ビヨーン、ビヨーン、ビヨーンって、あのバーって流れてから魚群が流れるやん、で、ビヨーン、ビヨーンって出て、よっしゃーって言ったら、通り越しても、あれ、外れんやん、これと思って100%はないよ、でかく出て、おー、外れんやん、でも確率で言うたら、もうほぼほぼ当たりになっちゃうんですよ、そうですよ、ほぼほぼ当たりだから、外しようって、あれ、あの、ナナシーの前回転あれが前回転リーチであって当選とか書いてないからね、あの、ほら、ここに来てる志賀君さんもそうです、前言ってたでしょ、おとつやな、おとつ捕まえて、あ、おとつな、おとつ過去入れへんかって京楽に電話したっていう、おとつってちゃうって言ってたよ、そう、それ本当におとつでしたかって言われてだから、言い返されへんからじゃないここにとつあったかなかったか分かるよな、名前違う人にとってしかももう、画面から消えて、俺は OK でしょ、なあそれ分からへんよ、お前おとつと違う人のキャラクター言われて、おにぎえ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 どうか分かれへんけど、デジタルの数字のなんかほんまにこう角張った数字だから1、1とか2とかこんな角張ったやつ、角張った数字のやつで、で、0はまるでこの真四角みたいな、そう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 、で8、8って見て、うん、で、何やリーチかかって、うん、丁寧に見てへんかって、その時は、うん、で、ふーっと見た時に、じゃあ6、6ってリーチがなくて、うん、6、6ってリーチがなくて、丁寧に見てへんかって、ふーっと見たそこはテントさんオフじゃないやんか、6、6いや、テントさんオフじゃないね、6、6と思って、で、その時ってほら、あの真剣に打ってる時、まだ4円って、真剣に打ってる時、昔の台で、で、6、6って聞いて、もう周りもこう気にしながら、僕見てながら、自分の台であんま見えへんから、それで見て、周りも見ながら、ふって見たら、6、6、6って止まって、うん、絶対に、うん、6、止まって、うわ、当たったと思って、そのリーチアクションも今ほど派手じゃないから、もう当たったと思ったら、ヒューってまた動き出して、全部が、うん、あ、なんやこれ、と思って、店員呼ぼうかなと思ってんけど、これ証拠もないやん、ああ、そらそうやな、止まったっていう証拠もないし、確かに6、6、6で止まったでと思いながら見てたら、右画面の8の7、8、8の時にあらへんねん、ここ、あ、電気、電気切れた、そうやねん、これ当たるの、電気切れたってそうやん、そんなん当たるの、でもねあかんでしょ、なくしょ、なくしに、もうまだ次の回り出してる、そう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 、だから言うたら通常は外れやからね、そう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 、6、6、8やそうやね、普通に6、いや、ひょっとしたら6、8、8かかもしれない、でも分かる、いや、まだ6、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 
で店員に言うたこれあかんでそんなんか第1締め取ったけどでもそうけど取ったら5やったら1とこっち離れとるやんこれやってああそうですね
相当こう、え、なんか1個あれはあかんわ、まあ、それはおもろいな、びっくりした、あれはいや、でもほんまなだったと思うで、あれでもまあ、思うね、ふって振り返って、おー、だったと思うだろう、なんもアクションもなく、スーって進んでいくから何これ、提供法かなと思う、やっぱ考えるしあんなん、それおもろいな、ちゃんとメンテナンスしてるな、そらそやな今のんでそんなん見たことないけど、いや今はだからそんなならんよりはなってんちゃうか な昔やから、うん、昔から普通のマメキュー使うとってやろマメキュー LED とかって話やねん、まあ、LED ではないですけどマメキューやマメキューあれはでもメンテナンスしてもらうそらそれはすごいなおもろいな取っとったらこうやって証拠になるよないやお前ねなあ取ってた画像面白いと思う面白いな今みたいにこのスマホじゃなかったガラケーで